ここまでだな。残念だが、お前らの相手をしてるほど暇じゃないんでな。行っちゃった。トウ。かっちょいいね。さすがクラウド。クラウドさん、来なかったっすね。クラウド、やられちまったのかな。けっ、あの野郎が金ももらわねえでいなくなるわけねえだろ。クラウド、なんかどこどこ行ってる。なあ、クラウドってさ、最後まで俺たちアバランチのために戦ってくれんのか。さあな、知らねえよ。お前らがもう少し頼りになりゃよ。あんな野郎雇わねえでもいいんだがな。あ、バレットさん、俺たちの給料。いや、なんでもないっす。はあ。ん？ドンドンドン。いちいちかっこいいな、お前。クラウド、クラウド、クラウドさん。約束の時間に遅れたようだ。おい、遅刻やろ。ずいぶん派手なお出ましじゃねえか。そうでもない、普通だ。普通じゃねえよ。け、心配させやがって、勝手な野郎だ。ほう、心配してくれたのか。なに、遅刻の分は報酬から引くからな。おい、おめえら、場所変えるぞ。ついてこい。あ、クラウドさん、お疲れっす。クラウド、次の作戦も頑張ろうな。閉めなきゃ。危ないから閉めとくね。ジェシー、いい子や。やだ、クラウド、顔真っ黒。はい、出来上がり。いい子だね。ねえ、マコーロで助けてくれてありがとう。行っちゃった。なんかあるかな。落ちてたりはしないかな。特に何もないと。ミッドガル8番街ステーション最終列車終点、スラム7番街列車。なんて読むのこれ。墓場駅到着予定時刻はミッドガル0時23分。おお、なんかヤンキーが。おお、貸し切りじゃねえか。ほぼガラガラだな。これだから終電は参るよ。はあ、会社員かな。すげえ派手なスーツだったな。なんか寝てるよ。ん？ここは俺ん家だから、まあゆっくりしてけ。おい、みんな俺ん家か。子供じゃねえんだ、じっとしてろよ。新羅新聞の号外見たかい。一番マコール爆発のテロリストはスラムに潜んでるらしいぞ。しかしマコール爆破とは考えたよな。リーダーはさしずめ頭の切れるやつだな。次は何やるんだろうな。リーダーはここのここのでかい人ですよ。まだ列車の非常警備体制には移行してないみたいだな。明日はそうもいかないんだろうけどな。何やってんのベッチ。アバランチで名を上げて、いつか俺だってっす。ほう、ああはい、頼みますよ。他のお客さんの迷惑になりますから。あ、すいません。ジェシーの俺話しましたね。え、クラウド、一緒に見ない。ミッドガル列車路線図ディスプレイ、二人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるね。私こういうの好きなのよ。爆弾とかモニター画面とかハイテク関係。ほう、理系女子だな。さあ始めるわよ。なんだこれが。魔法都市ミッドガルの前景フレームモデルね。
オープニングムービーでも流れてたし、さっきの爆破のムービーでも流れてましたね。あれがミッドからですね。スケールはだいたい1万分の1ってとこかな。あれ ?1、10、100、1000回ってるよね。1万だよね。上のプレートは地上から約50メートル離れてるの。プレートを支えてるのは中心の大きな支柱と各区画に建てられた柱。柱は機械塔とも呼ばれてるわ。爆破した1万マコールが北の外れにあるの。そこから順番に2、3、4、5、6、7、8番マコールまで8つのマコールがミッドガルの電力供給を支えてるのよ。それぞれの町には名前もあったんだけど、ミッドガルに住む人は誰も覚えちゃいないわ。名前なんかより番号で呼ぶの。そういうところなのよ、ここは。へえ。はあ、次はこれ。ほら、見て。私たちが今乗ってる列車のルートがこれよ。どれ？プレートを支えてる大きな柱に、螺旋状にレールが通ってるの。今は柱のちょうど真ん中あたりね。ほう。各通過ポイントには ID 検知エリアが設置されてるの。乗客すべての身分や何から全部、新ラビルのホストコンピューターと連動してチェックされちゃうわけよ。うおぉ、プライバシーもクソもねえな。私たちはどう見たって不審人物だから、偽の ID で通過してるの。すげえな。なんか鳴ったよ。噂をすれば、ね。この光が ID 検知エリア通過のサインなの。怖えな。暗くなるから時間が多いのよ、ID 検知エリアは。だろうね。まあ、それはさておき、もうすぐ地上に帰れるってわけ。なんだかホッとするね。ん？終わり？そうだ、クラウド。今度は私の手作り作品をプレゼントしちゃおうかな。なんだ？うん、じゃあ腕によりをかけてドッカーンと制作するわ。なんだろう、なんかくれんのかな。ビックス。バルト威張ってんじゃねえぞって言ってるぞ。見ろよ、地上が見えてきたぜ。昼も夜もね、俺たちの街がよ。ミッドガルのプレートさえなけりゃな、でっけえ空が拝めんのにな。空中に浮かぶ都市か。落ち着かない風景だな。はあ？あんたがそんな風に感じるとはな、意外だぜ。上の世界、プレート都市、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。下の世界は今じゃ汚された空気のたまり場だ。おまけにマクオールはどんどんエネルギーを汲み上げちまう。おかげで土地は枯れる一方だ。空気をきれいにする力もなくしちまった。どうしてみんな上映らないんだろう。さあな、金がないからだろ。いや、それともどんなに汚れていても地べたが好きなのかもな。分かってるさ。好きでスラムに住んでるやつなどいない。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。かっこいいね。もともとあった町に、町の上空にさらに作ったってことですよね、そのプレートとやらを。そのシンラっていうね、組織というかが作ったんでしょうね。だから空もね、見えない、まあ、地下じゃないんだけど地下みたいな場所にね、住んでるわけですよね、そのスラムにいる人たちは。おお、降りてくね。電車を降りるのにいちいちジャンプはしなくていいんじゃないか。
おう、みんな集まれ。長い間駅員をしてますとね、いろんな人生の場面を目撃することになります。出会い、別れ、喜び、悲しみ、少々のことじゃ驚きません。そうですか。ああ、ごめんなさい。ああ、はい、聞いてきます。今回の作戦は成功だ。だから気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビるな。次はもっと派手にかますぞ。アジトに集合だ。行くぞ。おう、行きましょう。なんだこの、あ、さっきのカップルか。今夜は返さないよ。へえ。そうですか。あっそう。何のだ。立ち入り禁止。うわ、ひどい言われようだな。こっちは、あ、セーブポイントだ。ん、この人狙ってんだ。おっとっと、なんだ。あー、なんてこと、邪魔しないでくれよ。たく、あんたも見に来たのか。上で爆弾テロがあったんだってよ。この柱がぶっ飛んだらこのスラムも終わりだからな。まあ心配するだけ無駄だったな。なあ見てみろよ、いつ見てもどでかい柱だよな。なんだなんだ。ほう、これは階段登るのは大変そうだな。この柱が上のプレートを支えてるわけですよね。まあつまりこれが壊れたらプレートがバーンって下に落ちてくるわけですから、恐ろしいですよね。ほら、なんだか素敵な不思議な場所だろ。俺の場所だがたまには見に来ていいぞ。え、じゃあな兄弟。いつからお前と兄弟になったんだ俺は。おいクラウド、こっちだ。はい、セーブします。さあ、じゃあアジトに向かいます。おい、店の中で撃つな。店の中で銃を撃つな。恐ろしいな。すいません皆さん。ねえねえ、知ってる？知らないよ。ニュースの速報が入ったのよ。上で爆弾テロがあったって言うじゃない。それもマコールの爆発。これがどんなに大変なことかわかる？わかんない。事情通の私に言わせればね、ミッドからの電力が麻痺しちゃったからコンピューターとか信号とかいろいろ止まっちゃうじゃない。経済的損失は、10億ギルはくだらないし、それにたくさんの罪なき人々が死んだと思うのよ。爆破が真夜中だったからまだいいわ。眠ってた人はそのまま目が覚めないだけね。ほう、爆発、すっげえ、アバランチかっこいい。あっちゃんか、こいつらは。まったくよ、今夜はどうなってんだかよ。さっきまでずいぶん長く停電してたから妙だと思ってたらよ、上でマコール爆破テロが起きたっていうじゃないか。犯人です。どうも。酒かっくらいながらニュースを見てりゃよ、突然店を追い出される。たまんねえよな。うう、酔っ払っちゃった。手作りカクテル美味しいんだもんな。きついんだもんな。ほう、これなんだ、なんか見れんの。あ、くそ、ドラクエみたいなことないのか。バレットはん、よし先に入ってる。はーい。この BGM ね、和むね。父ちゃん。あ、クラウド、いつの間に親父になったんだお前は。来たヒロイン。ほらマリン、クラウドにお借りなさいわ。お借りなさいクラウド。作戦はうまくいったみたいね。バレットとは喧嘩しなかった。我慢したよ。ふーん、クラウドも大人になったのね。子供の頃はすぐ喧嘩だったのに。ティファですね。ティファも有名ですよね。まあね、いいもの持ってますからね。いいもの持ってるよなティファ。よかった、みんな無事で。ティファいくつだっけな。20歳、ちょうど20歳にしてはでかいよ。クラウドごめんね、マリン照れちゃってるみたい。このマリンっていうのはバレットの娘さんですね。マリン、ああ、
仕事の後の一杯は答えらんねえんだ。クラウドさんも一つどうですか。いらない。なに、俺様の酒を飲めないってのか。モードソルジャーだからってお高く止まってんじゃねえぞ。酔ってんなこいつ。あ、クラウドさん、ティバちゃんの料理って美味しいっすね。バクバク、お前には食わせねえぞ。でも聞いてくれます。何を。ティバちゃんっていつも俺に料理の味見させるっすよ。おかげでほら俺こんな丸っこくなっちゃって、嬉しいやら悲しいやら美味しい料理と酒が評判でお店は繁盛してるんですけどね。うかつ、なんだかドキドキしてる。なぜなの。酔っ払っただけじゃない。いや、ジェシーも可愛いんだけどな。すまん、俺はティファ一択だ。あ、何もないのかな。来た来た来た。父ちゃんおかえり。うん、バレット、ご苦労様。おう、おめえら会議を始めっぞ。すげえ、あれがエレベーターになってんだね。エレベーターの意味ねえな。やっと二人きりになれたぜ、ティファ。どうぞ座って。ねえ、何か飲む？もらうか。待ってて、今作るから。すごいな、このポリゴンで見てもでかいのがわかるよな。何がかは言いませんが、なんだかほっとしちゃった。クラウドが無事戻ってきて。急にどうした。あの程度の仕事は何でもないさ。そうね、クラウドソルジャーになったんだもんね。今回の報酬なんだけど、バレットからもらってね。そうするよ。報酬をもらえばまたお別れだな。悲しいこと言うな。悲しいよ。普通さ、どうしてそんなことを聞く。うん、なんでもない。ただ疲れてないのかなって。みんなのところに行ってあげて。クラウドとティファは幼馴染なんですよね。まあ詳しい話はまた作中でね、出てくると思いますけど。ティファな、可愛いよな。いろんな意味で有名ですけどね。うかつ、見てよこのニュース、こんなに爆発してる。やっぱり私の爆弾のせい。でもこのコンピューターの指示通り作っただけなのに。やだ、どっかで計算間違ったかしら。すげえ爆発してんな。うるせえなバレット。ガン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 。おいクラウドさん、よ、聞きたいことがあるんだ。今日俺たちが戦った相手にソルジャーはいたのか。ソルジャーね。いや、いなかった。それは確実だ。随分と自信たっぷりじゃねえか。もしソルジャーと戦っていたら、あんたたちが生きてるはずないからな。自分が元ソルジャーだからって偉そうに言うんじゃねえ。暴れてる。てん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 。ああ大丈夫か。大丈夫か、ビックス。確かにお前は強い。おそらくソルジャーってのはみんな強いんだろうさ。でもな、お前は反乱組織アバランチに雇われてる身だ。神羅の肩を持つんじゃねえ。神羅の肩を持つ。俺はあんたの質問に答えただけだ。噛んだ。うわぁ、挑発してんな。俺は上で待ってる。報酬の話がした。父ちゃんかっこいい。報酬かよ。金くれ金。待ってクラウド。ティファ、そんなやつはほっとけ。どうやら神羅に未練たらたららしいからな。黙れ。俺は神羅にもソルジャーにも未練はない。でも勘違いするな。星の命にもお前たちアバランチの活動にも興味はない。バレットうるせえよ。ティファ通して。バレットバレット。すげえ距離殴ってる。かっこいいな。おお、ビックス大丈夫か。みんなには謝っておくね。ありがとうティファ。大丈夫かお前。くそ、通れない通れない。いけない、ビックスのとこに行けない。くそ、ウェッチ
クラウドさん、興味ないとか言いながら俺に話しかけてる。クラウドさん、本当は友達欲しいんすね。やっぱり興味ない？ひどいな、冷たいな。これ、欲しい、冗談じゃない。そうかな、なんか寂しそうなんだけど。俺みたいなのでよかったら、いつでも OK っすから。クラウドな、こんなクールじゃ友達いないだろう。やっぱりね。主人公は明るくなくちゃね。ダメっすよ。で、あ、ティファ来た。クラウド、お願い、力を貸して。ティファ、悪いけどさ、星が病んでるの。このままじゃ死んじゃう。誰かが何とかしなくちゃならないの。その星の命を削ってるのがシンラっていう組織なんですよね。バレットたちが何とかするんだろ。俺には関係ないさ。ああ、本当に行っちゃうんだ。かわいい幼馴染の頼みも聞かずに行っちゃうんだ。ん？よく言うぜ。悪いな。これどっちだっけな。これどっちにした方がいいんだっけな。よく言うぜにしてみる。約束も忘れちゃったんだ。約束？やっぱり忘れてる。思い出して、クラウド。あれは7年前よ。7年前って言うとティファが13歳でクラウドが14歳か。中2だ。あら、綺麗なところですね。ほら、村の給水塔。覚えてる？ああ、あの時か。ティファ、でかいぜ。ティファ、なかなか来なくてちょっと寒かったな。あ、子供の時のクラウドですね。お待たせ。なんだ、こくるのかクラウド。こくれこくれ。なーに、話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルへ行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。クラウド、髪が長い。俺、ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。出た、セフィロス。名前はここで初めて出るんですね。セフィロス、英雄セフィロスか。子供の時はクラウドは後ろ髪縛ってたんだね。ジタンみたいだね。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな、きっと。悲しいな。うん？大活躍したら新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたら、クラウド、私を助けに来てね。はあ？私がピンチの時にヒーローが現れて助けてくれるの。一度くらい経験したいじゃない？女の子ですね、さすが。はぁ、あ、いいじゃないのよ。約束しなさい。うん、わかった。約束するよ。乙女心がね。おお、流れ星。乙女ですね。思い出してくれたみたいね、約束。俺は英雄でも有名でもない。約束は守れない。でも子供の頃の夢を実現したでしょ。ちゃんとソルジャーになったんだもの。だからね、
今度こそ約束を。よじ登ってきた。エレベーター普通に乗ってこいよ。おい、ちょっと待て、それじゃあさんよ。約束は約束だからな。ほら、金だ。バレットのへそくり、1500。日給1500円か。こんなしけた報酬、冗談じゃないな。え、それじゃあ。次のミッションはあるのか。倍額の3000で受けてやってもいい。安いな、クラウドさん。クラウドさん安いぞ。なんだと。いいからいいから、人手に困ってるってのが本音でしょ。残りのへそくりはマリンの学費だぞ。2000だ。ありがとう、クラウド。あー、この曲懐かしいな。タン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 タラタン。おー、この曲、この曲。どこで寝てんだ、クラウド。ちゃんと布団で寝なさいよ。テテテンテテテンテテテンテテテテテテテン。お、マリンだ。ティファ、おはよう。おはよう、クラウド。よく眠れた？バレットのいびきがうるさくて、ティファがそばにいたから。それ、どういう意味かしら。今回は私も行くね。ティファも仲間になるんですね。ほう。じゃあ行くか。どけ、バレット。バレット、どけ。標的は5番マコールだ。まず、駅へ行く。詳しい作戦は列車の中でな。おう、クラウド。作戦の前に一つ、お前さんに聞きたいことがある。実はな、俺はマテリアの使い方をよく知らねえ。拾ったマテリアはお前にくれてやる。だから教えろ。さて、マテリアか。説明しておこうか。じゃあ久々にやるしね。俺もチュートリーです。お望み通りマテリアの使い方を説明しよう。クラウドさん優しいな。おい、まずメニューを開く。基本操作なので触れておこう。通常はメニュー三角ボタンだ。方向キーで指カーソルを動かして、それぐらいはわかるよ。さすがにここまで操作してんだから。決定ボタン、キャンセルボタンで操作する。ここまではいいだろう。さて、このメニュー画面になったら、まずマテリアを選んでくれ。次にマテリアをつけたい味方を選ぶんだ。ここで俺の武器に注目。それぞれの武器、防具には穴が開いている。マテリアをはめたい穴を選ぶ。そして取り付けたいマテリアを選ぶ。これは回復マテリアだ。取り付けた時の効果が知りたければ、チェックに指カーソルを合わせて、決定ボタン。これはバトルの時に選べるコマンドと同じだ。カーソルを魔法に合わせて決定ボタン。使える魔法が増えているのがわかる。これで新しい魔法ケアルが使えるようになった。マテリア装着は以上で終了。それほど難しくはないだろう。マテリアを外したいときは、穴にカーソルを合わせて、三角ボタンが楽だ。一つだけ気をつけてほしいことがある。マテリアを装備すると自分の状態が変わる。強くなる部分だけかというと、逆に弱くなる部分もあるんだ。普通、魔法マテリアをつければ魔力は強くなる。魔法が強く使えるようになるが、逆に力や体力は弱まる。装備交換って書いてあるところの下ですね。力マイナス1、魔力プラス1、マックス HP マイナス 2%、マックス MP プラス 2% ってありますね。画面左のこの辺りに、マテリアの影響の具合が出る。調子に乗って魔法マテリアをつけすぎないことだ。あんまり気にしたことねえけどな。サブメニューから戻るのはキャンセルボタン。いっぺんにいろいろ教えてもどうせ忘れるだろうから、また今度じっくりと高度な使い方を教えてやる。ふん、何がそれほど難しくないだろうだ。全然わかんねえ。マジか、バレット。お前本当に35歳か。まあいいだろう。マテリアはお前が管理しとけ。はーい。クラウド、武器屋2階のおじさんから伝言よ。開けたいものがあるからお店に寄って、だって。忘れないでね。
はい。マリン、お店頼むね。うん、お仕事頑張ってね。マジか。マリンちゃん店できんの？お酒作れんの？マジか。いってらっしゃい。マリンもな、アドベント・チルドレンっていう FF7 の映画というか DVD の映像作品があるんですけど、超可愛かったね。ぜひ見てみてください。これで、おー、ティファが仲間になったよ。これ並べ替え、体型か、こうしとこう。なんかね、主人公を一番最初にしてヒロインを2番目にするっていうのがね、僕のなんかポリシーなんですよね。どうでもいいポリシーだな。いやー、ティファ可愛いね。ティファにやっぱ回復持たせたいよな。よし、これいっか、行こう。ちょっとセーブしたいな。セーブポイントはどこだ。よいしょ。ここはなんだ。